ジャガーの戦士ジャガーの戦士は、アステカのエリート貴族戦士の戦士団の一つ。ジャガーの姿をした神であるテスカトリポカの戦士である。しばしば、ヒョウの戦士と呼ばれるが、ヒョウは、ジャガーと別種であり、南北アメリカ大陸には生息していない。メソアメリカでは、ジャガーが最も眠毛な肉食動物だったことから、戦士のトーテムにされたと思われる。 戦士は面を詰めたジャガーの頭の毛皮を被り、ジャガーを示す服をまとって、羽毛製の旗印をつけて戦場に赴いた。戦闘では、マカナと呼ばれる、豊富に産出される、黒曜石の葉を挟んだ木剣を使った。アステカでは、金銀やトゥンバガといった、貴金属類を除いて、金属の精錬技術を持っていなかったために木が、用いられた。その他、 生贄の確保を目的とした戦いでは、何もついていない木でできた棍棒が用いられた。マ麻薬石偏館でも、前の尾以降69から2という以降から、テオティワン独特の円筒型三足土器の中に、収められた空洞な土偶の中に、ジャガーの戦士と思われる土偶が発見されている。そのため、紀元5世紀のテオティワンにおいて、 すでにジャガーの戦士の先駆となる戦士団があったと考えられる。ありがとうございます。